鳥取県境港市の水木茂ロードに設置されている土転びの銅像。土転びは日本に伝わる妖怪の一種。土天、土転びとも、藁らうち土と同様の横土。鳥取県東白郡ソロク村に伝わるもので土に似た蛇であるとされ、山間部の山道を歩く人の足元に転がってきて噛みつくという。また、直径30センチメートル。 長さ90センチメートルほどで、損が転がるように地上を転がりながら人を追いかけるとも言う。参考、和漢山サイズより、野槌蛇ヘビ。鳥取県では、土の子が、土転びと呼ばれることもあり、江戸時代の百科辞典和漢山サイズにある、野槌蛇ヘビなどや、土転びと同じく民間伝承に見られる、高知県の、縦繰り返し、岡山県の、 天ころ転ばしなど土のようなものが転がってくるとされる妖怪と同一視されることもある。民族学者、柳田邦夫は九州の小豆洗いと呼ばれる妖怪のうちにも笑う地土が化けていて人が通りかかると転がりかかってくるという性質が語られているものがあるが、これは中部地方など全国の産地にも例のある土のようなものが転がってくるという。 の土などの伝承が、小図洗いに混同された報告例ではないかとしている。また柳田は、土が転がってくるという妖怪の伝承は、の土という名称にある、土という響きから、後の時代になって連想されたものであろうとしている。水木しげるの著書では、土転びの表記で、二種類の妖怪が言及されている。一つは、九州に出るとされ、内容は、 妖怪談義のものとほぼ同じである。もう一つは、中部地方によく現れたとされる。旅人が峠を歩いていると、後ろから何者かが追ってくるような気配がし、慌てて走り出すと、笑う地図のような姿の土転びが転がってきて、旅人を追い抜き、峠の下で待ち構えている。そのまま何も悪さをしないので、恐れずにそのまま通り過ぎれば無事に済むが、 土転びのいるドを避けて通ろうとすると山中に迷い込んでしまうという。旅人を守ってくれる峠の神とも言う。ただし、この説を裏付けるような民族資料などの一時出典は確認されていない。水木の著書にある土転びは複数の伝承を複合し、さらに水木が自身の創作を加えて作り出したものと見られている。大英映画の妖怪百物語。 東海道お化け道中に登場しており、毛むくじゃらの大きなだるまのような形でデザインされている。ありがとうございます。